2011年スタートシーン2007年デートナ24時間レースとは自動車の耐久レースの一つ。フロリダ州デートナにあるデートナインターナショナルスピードウェイで開始以来毎年1月の最終週と2月の初頭に開催されている。ルマン24時間レース、スパ・フランコルシャン24時間レースの2レースと合わせて世界3大耐久レースとも呼ばれる。1992年以降、 ロレックスが大会間スポンサーとなり、ロレックス24と称している。デートナプロトタイプのポルシェライリー、2007年、フランスで行われる、ルマン24時間レースの形式を踏襲しており、3人のドライバーがチームとして1台の車を走らせ、24時間という、決められた時間内に最も長い距離を走行したチームが優勝となる。ルマンと異なるのは、 行動を一切使わず専用のサーキットのみを用いる点である。高速オーバルコースというコース上の特性に加え、途中に組み込まれたテクニカルセクションが存在することから、ストレートの長いルマンサルトサーキットよりも、マシンやドライバーにかかる負担も大きいレースである。バンクではマシンに上下方向での G がかかることから、サスペンションのセッティングにも苦心するレースでもある。 また海に近いので潮風が車体にダメージを与えることもある。1962年に3次間送のデートナコンチネンタルとして始まった。1964年には 2000km の距離層となり、1966年に24次間送のデートナ24時間コンチネンタルとなった。発足当初から国際自動車連盟のグランドツーリング製造者世界。 選手権シリーズに組み込まれており、後継シリーズでも同様であった。1973年から1998年までは、国際モータースポーツ協会のイムソゲットシリーズも兼ねていた。グループ C の流星と迷走により、エントラントからは高い人気を誇り、100台以上がエントリーした年もあった。しかしコストの上昇に歯止めをかけるため、2002年シーズン終盤に、 グランダムが、イムッサ WSC クラスに代わって、デートなプロトタイプという独自企画を導入したため、アメリカンルマンシリーズが誕生すると、欧州の LMP2LMGTE GT3、車両も参戦できるようになり、また2017年に、ダッピーが導入されたことで、メーカーも参入しやすくなったため、再び世界的地位を回復しつつある。 フォックスによれば2017年の平均視聴者数は前年比1.65倍もの伸びを見た。名称は数年ごとに変わっていたが、1991年以降はロレックスが冠スポンサーとして大会名についており、ロレックス24時間とも呼ばれる。レースで勝利したチームのドライバーには、同社の高級腕時計、コスモグラフデートナの特別仕様が贈られる。それ以前は、 ペプシコやサンバンクが冠スポンサーだった。いクラスに限って言えば、デートナで最も多くの成功を収めているのは、マツダである。1979年から1986年に7年連続で、マツダサバンの RX-7 が g t クラスで、2008年と2010年は3、ローターナを搭載した、マツダ RX-8 が GT クラスで優勝するなど、 計2 2回ものクラス優勝を収めている。ただし総合優勝は依然としてエンジン含めても成し遂げていない。日本メーカー、日本人、日本チーム初の総合優勝は、1992年の日産 R91CB。長谷正宏、星野和義、鈴木敏夫柄を連ね加えてレースラップ数更新を果たした。 この記録は2018年に破られるまで保持された。しかし当時のアメリカは主に日本車に関する貿易摩擦の問題を抱えていたため、レース後の日本人ドライバートリオに対するインタビューでは、レースの内容よりも日米貿易不均衡についての意見を求めるアメリカ人ジャーナリストが数多く存在した。またロレックスが優勝者に時計を送り始めたのはこの年からであり、 つまり星野らは、ベートナで勝って、ロレックスをもらった初のドライバーにもなった。その他1993年にトヨタイーグル MK3、1994年に、日産 300ZX、2006年から2008年に、レクサス 1UG、FE エンジン、2016年に、ホンダ HR35TT エンジンがそれぞれ、総合優勝を収めている。 なおスーパー GT の GT300 クラスで2006.2007年にチームタイトルを獲得した試電はライリーテクノロジーズ製 MKXC のモノコックをベースに製作した車両でエンジンもデートな24時間用のレクサス 1UGFE をトダレーシングがチューニングしたものである2017年に LMP2 をベースとするタッピー規定が導入されると松田が ライリーマルティマティック、日産が、オンドークオートモーティブ、2018年からアキュラが、俺かとそれぞれジョインとして参戦している。2019年には、元会一ドライバーの小林カウイが、フェルナンド・アロンソと共に、キャデラックで初参戦し、総合優勝を飾っている。通常のレースと異なり、決められた距離を最も速く走り抜いたドライバーが、優勝となるわけではない。 1972年のみ6時間レースで、1974年はオイルショックにより中止。TB レーティングス、グロースフォーイムッサ、ロー,オープナーズ、この年のみ6時間レースだった。レース後に車両重量が不足していることが発見されたが、優勝は取り消されなかった。ありがとうございます。